手が肩についてたら同じですから、ね、相手を両手掴まない。クリンチホールディングも反則の対象になりますですから、ルール持ってください。ここは高い。よし。ほら。よろしくお願いします。慌てないよ。
が与えられました。勝者はアクトーラー佐々木大蔵。